い、どうも皆さんこんにちは、ゆきでございます。ということで本日が1月の23日土曜日、週末でございますが、いつもよりも遅い時間で、本日は撮影しております。本日の時間がですね、17時ジャスティーというところでね、今日の動画を撮影しております。今日もですね、皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕のチャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある、仮想通貨の投資を始めてみようかな、 FX やってみたいなとかね、興味があるよっていう方はね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただければ、皆さんにね、トレードの、投資に役立つ情報を毎日更新しておりますので、よろしくお願いいたします。ということで今日もね、始めていくんですけれども、今日もですね、一見、先に告知から入らせていただければとは思いますが、よいしょ、もうですね、ようやく開催が、近づいてきましたが、ユーキャンの関東新春トレードバトル、まあ、2週間のね、ちょっとエントリー期間っていうのが、ちょっと間延びしてしまったっていうのは反省点はありつつもですね、まあ、結局、まあ、逆に、まあ、功を奏したと言いますか、180人の方にね、集まっていただくことができました。ありがとうございます。ただよ、みんなよく見て。もう一マス残ってんのよ、この星マークにたどり着くにはね。もうスゴロクで言ったら、あともうサイコロ振るだけでええねん。けど、250人の方に集まっていただければ、0.7BTC、の賞金、優勝賞金で、戦うことができるということになっておりますので、ぜひね、まだ、参加されてない方で、例えばですけど、もうトレードはせんと。口座には、入庫してるけど、トレードはせえへんよっていう方でも、もし 0.01 ビットコイン持ってはる方が、以上持ってはる方がいらっしゃったら、参加ボタンだけでもね、押していただけるとすごく嬉しいです。うん、そこだけちょっとね、ご協力いただけたらなというふうに思います。はい。で、今の時点でもですね、実際ね、かなり大きな賞金になってきておりまして、今、現時点でね、0.198 ビットコインをね、ゲットすることができます。紙ファーストになったらね、紙1になったら、0.198、まあ、0.2ですね、約60万強ぐらいのね、ビットコインをゲットすることができます。まあ、250人ね、集まってもらったら 0.231 とね、もう少し、賞金が増えますが、今でもね、相当数な、ビットコインを賞金としてね、もらうことができますので、ぜひね、賞金をゲットしたい方、あとはね、僕にね、協力してくれる方はね、口座を開設する。で、0.01 ビットコイン、0.01 ね、0.1 じゃないよ、0.01 ビットコイン入庫する。で、大会の参加ボタンを押すとね、この3ステップ踏んでいただければなと思います。講座の解説と、大会に参加するボタンっていうのは、もう動画のね、概要欄の方にリンク貼っておりますので、そこね、講座、解説する、リンクポチッとしてもらったらすぐ講座解説できるし、大会参加したいなと思ったら大会参加用の URL、リンク貼り付けてますので、そちらからね、ポンと、タッチしてもらったら、このね、今皆さんが見てもらってる画面に飛んできます。あとはね、今すぐ参加っていうね、ボタンを押してもらうだけというところでございますので、ぜひね、ご協力の方よろしくお願いいたします。ということでですね、さあ早速ね、本題に入っていこうかなと思います。ちょっとね、今日はいつもより遅い時間になりましたが、ちょっとね、内容の方は、皆さんにね、お伝えしていこうかなと思います。一つ目がね、気になるニュース一件、マイクロストラテジー社、これちょっと聞いたことあると思うんですけど、まあ先月ぐらいかな、うん、去年の暮れぐらいに名前出てきたかなと思うんですが、今年も出てきました。なんとですね、10億円相当のビットコインを追加購入でございます。で、合わせましてですね、このマイクロストラテジー社、ですね、ついに7万ビットコイン超えですね。7万784ビットコインくれっていう感じですけど、2500億円相当のビットコインをもう有していると、保有しているということになりました。で、なんでこのニュースを、まあ、取り上げたかというと、まあ、こんだけね、米上場企業が買っているっていうことは、もうそんなの皆まで言うなって話でしょ。もう言わずもがなですよね。言わずもがなやがなですよね、これはね。はい、なので、まあ、こういうね、大企業が買うっていうことは、相当裏付けがあった上で買ってるはずです。そんなんね、急にね、役員会議みたいなね、社長が、そろそろさ、ビットコイン買うと思うんだけど、どう思う？あ、マジ受ける、いいと思いますみたいなね、会議なわけではないんですよ。ちゃんとね、裏付けをいっぱいね、多分いろんな、手法を使って、情報も使って、情報を集めた上で、あ、じゃあビットコインやったら買おうかいな、言うて買うてるはずなんですね。なので、このあたりでいくと、まあ、ある程度ね、100% これを信頼して、じゃあみんなもなんか100億円分買うんかって言われたら、まあ、そんなお金もないしね、そういうことじゃないんですけど、まあ、こういったね、裏付けもあれば、ちょっとね、後押しになるかなっていう部分もありますので、今回はね、このニュースを、入手を、紹介したデジューです。はい、というわけで、
でですね、まあ一応こういった形で、また再びですね、あの大企業がビットコインを買っていく、まあ要は今回の下落を押し目と捉えているということですよね。なのでまあこれもね、一つの皆さんのね、あの現物保有者とかも含めてね、あの勇気に、変わるんじゃないかなというところでございます。はい、というわけで次が、時価総額ランキング、ちょっとちらっと見ていこうかなと思うんですが、まあ基本的にはもう全面高ですね。ビットコインも含めて、まあある程度の、上位銘柄はほぼほぼプラスと、 10% 以上のプラスが本当にね、多く、見える、ような形の、時価総額ランキングになっておりますよというところでございます。まあ若干やっぱアルトの方が強いかな、昨日おとついかなぐらいの動画でも言ったと思うんですけど、ビットコインのドミナンスがちょっとやっぱ下がってると、要はビットコインの資金が抜けていってるということですよね。でそこじゃあどこに行ったんかっていうと、やっぱアルトコインにね、あの循環されているような形がまあよく、ある流れですね、セオリーとしては。はい、でアルトが今元気よく、伸びてきているよというところでございます。はい、ではね、この前に引き続きですが、IOST とドットイーサぐらいまで見ていこうかなと思います。まずはポルカ、ごめんなさい、 IOST ねの、円建てでございます。日足見たらね、ほぼほぼ今はいいかなと思うんですよね。僕はそんな細かく、見る必要はないかなと思うんですけど、綺麗にですね、この、上髭ラインぐらいで、反発して、上昇に転じているというところも含めると、まあ本当やったらね、僕この短期線にタッチするぐらいまで落ちてきてくれると、まあ買いやすかったんですけど、まあちょっとね、空中に浮いた状態で、上昇に転じたと。まあこれに関して言うと、まあその他諸々が上がっているから連れ上げみたいな形ではあるかなと思うんですが、まあこのままね、勢いを取り戻して、2.5 円に再び、トライするっていう形は全然ありえるかなと思います。はい、なので、そうね、この辺のラインやから 1.2 円ぐらいに 1.3 円ぐらいのラインで変えてる方は一旦ね、短期線を割るまで 1.1 円割るまでは全然ね、あの安心して持っといてもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、まあ1円割ったとしてもすぐ下にね、移動平均線、MA の75ですね、 75MA がありますので、この辺りでのサポートも、含めてね、見て取れるかなと思います。なので、ね、この辺りは、ある程度その移動平均線2本とも割るまでは一旦ね、ガチホ的な、握っておくような形でいいのかなっていう感じで僕は見ております。まあ、あくまでね、僕の個人の感想でございますので、投資は自己責任にて、お願いいたします。ということで、まあ、IOST はこんなところで終わっときましょう。で続きましての、ポルカのドットちゃんですね。ポルカドットがね、やっぱちょっと強めに上がってきてますね。これね、僕ね、正直ね、皆さんこのね、チャートね、1ヶ月前ぐらいに見たことあるような気せえへん？これね、僕初動ビットコインのこのまあなんていうんですか、バブルの初動にちょっと似てるなと思うんですよ。これね、大体のアルトコインってどういうことが起こるかっていうと、ここまで跳ね上がると大体、さっきのね、 IOST みたいに半値戻しないしは全値戻しして、でまた横横して、もうみんなから買う力をなくすというか、買う希望を失わせるというか、そういったチャートが多いんですけど、ポルカドットに関して言うと、上がった後に高値圏維持して、今再びね、最高値を更新しようとしてるんですよね。これビットコインのね、初動の時に本当によく見られたパターンです。高値、一気に上昇して、オールタイムハイまで行った後、価格の調整、要は下落をして押し目をつけての調整ではなくて、その高値圏を横横することによって、期間ね、あの期日、日数で調整をかました上で再び上昇するっていうね、あのこれは結構ね、あのビットコインの強い上昇の時に起こった、パターンではありますので、このまま再びね、2円、ごめんなさい、2円じゃない、それは IOST のレベルね、2000円のラインを超えてくるのであれば、再びもっとね、あの大きな上昇といいますか、3000円を目指すとかね、そういった形になってくるんじゃないかなっていうふうに僕はね、希望的観測も込みで、見ておりますので、まあ、ポルカドットに関してもかなり強い状況であるということは、頭の中に入れてね、落ちてきたところは買っていくみたいな形でいいんじゃないかなっていうふうに僕は今見ております。はい、でもしそのどうしてもリスクは嫌で、じゃあどこまで来たらゆうきさん買いですのんっていう話ですが、そこで行くと1200円ぐらい、1200円ぐらいまで落ちてきてくれたら、ちょうどね、日足の短期線、25MA、まあ、ちょうどここでサポートされてるの見て取れると思うんですけど、まあ、そのあたりでサポートされて、もう一回ね、最高値挑戦っていう形も全然あり得るかなと思いますので、1200まで来たら買っていってもいいかなと。で、1000円割ったら損切りするみたいな形でね、考えておいてもらえれば、まあ、ある程度、いい感じで、買い、
価格を、調整できるんじゃないかなと。平均取得単価みたいなところもある程度ね、抑えて、上を目指せるんじゃないかなというふうに思っておりますよという感じでございます。なのでまあ例えば1200円だったら買い、1100円だったら買い増し、1000円だったら買い増しで900円台まで、入ってきたら、損切りするみたいなね感じでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で続きましてはイーサリアムでございます。よいしょ。イーサリアムもね、かなりまあ大きく上昇はしてきましたよというところですね。ちょうどですね、やっぱね、この日足レベルでの短期戦っていうのは、基本的にはやっぱ意識されやすいなというふうに思ってます。特にこうやってね、本当にこう、簡単な簡易的なチャートで見れば見るほど、それでいいんじゃね?っていう風になるぐらいの、威力を、持っているかなと僕は思うんですが、なので、イーサリアムも基本的にはこの日足のね、25MA を終わるまでは、一旦ね、強気な、姿勢を見せていいんじゃないかなという感じでございますね。で、イーサリアムでいくと11万円ぐらいかな?うん。まで落ちてきたところで上がってきてるので、ここからね高値更新するのであれば上昇トレンドが継続と。なぜなら安値の切り上げが行われていて、高値も切り上げていると。今回の高値が更新すれば、上昇トレンド、日足レベルでの上昇トレンドは継続であるというところもございますので、このあたりはね、期待も込みで、ここから先でもね、買っていってもいいんじゃないかなと思います。で11万、要は短期戦ですね、 25MA を割ってくれば損切りみたいな形のイージーなね、感覚で見ておいてってもらえればある程度ね、トレードしやすいのかなという感じは思っておりますので、ぜひねこのあたりは参考にしてみてください。はい、というわけでビットコインいきましょう。ビットコインがね今 7.8% 弱ぐらいのねプラスかな。はい、というところで、チャート分析に入っていこうかなと思います。はい、でこれが今、4時間足ですね。4時間足で見ておりますが、1時間足で見ると、トレンドがね転換しております。下降トレンドから、上昇トレンドに切り替わっております。ここまで下降トレンドですね。この流れは下降トレンドであると。これなぜならば、高値の切り下げが、行われていて、安値も切り下がっていると。これは俗に言う下降トレンドであると。もうこれはダウ理論でね、理論付けられておりますので、これを下降トレンドと言いますと。で、ここからトレ点が、ありましたよというところなんですが、ここはね、じゃあ逆に、安値の切り上げが行われましたよということですね。で、高値の切り上げも、行われてますよねというところで、上昇トレンドの、完成というところなんですが、実はですね、今回のちょっとしたね、この押し目が、くせ者なんですよね。ほぼ同値ぐらいまで落ちてきてるので、まあ、ここでね、もう一回この高値を更新していくのであれば、350万、ここを抜けていくのであれば、まあ、上昇トレンド継続と、まあ、ちょっとね、拡大解釈して、いいのかなというふうに思いますが、ここでですね、今回のこの、ちょうどね、335万かな。うん、335万程度のところ辺ですね。ここがちょうどですね、割ってくるような形になると、よいしょ。ここにダブルトップが形成という形になって、再びね、下落が始まってしまうっていう可能性もございますので、まあ、このあたりはちょっと注目しておく必要があるかなというところですね。はい。で、なおかつですね、先ほどね、4時間足出してたと思うんですけど、4時間足がね、ちょっと今ね、気になる、パターンになってて、よいしょ。これさっきも言った通りね、この赤いラインが 25MA なんですけど、やっぱ上位足になってくると移動平均線の 25MA、まあ、短期線って呼ばれるやつですよね、俗に言う。このあたりってね、結構強く作用されたりするんです。サポートないしはレジスタンスっていう形で。で、綺麗にここはレジスタンスされての下落という形ですね。で、なおかつ、よいしょ。このね、下落に対してのフィボナッチを引いてくると、ちょうどね、0.5 ぐらい。0.5 ちょっと抜けたぐらい、 0.5 と 0.618 のちょうど狭間ぐらいのところで、レジスタンスされたような形になるので、まあ、このあたりで、レジスタンス抵抗されて下落してくるっていう形は全然ね大にして起こりうるかなというところでございます。はい、ただですね、ここねちょっとね、まあぐちゃぐちゃしてるんですけど、よいしょ。今度はね、今回のこのね上昇、この反発ですね、反発に対してのフィボナッチを引いてきたとした場合ね、まあ、もうちょい落ちてもいいんですけど、0.38 に330万とか、このあたりを例えばですけど、押し目にして、高値を切り上げてくるのであれば、上昇トレンドっていう形ですよね。4時間足レベルでも、トレンドが転換されたような形になると。ここから安値を更新すれば、下降トレンドの継続。ただ、ここで、高値を更新するような動きがあれば、上昇トレンドにトレンド転換というところもありますので、このあたりはちょっと注目しておく必要があるかなと。で、僕が一つ、こういう形になったら僕の中では買いやすいなっていうところ、
やし、最近のビットコインを見るとよくあるパターンっていうところで言うと 0.618 までの押し目をつけると、そうするとちょうどね、実態の、抑えられてるラインここと、ね、重なってくるんですけど、約308万円ほど、まあ、約310万円から、この辺りで覚えておいてもらったらいいと思うんですけど、310万円から308万円、7万円ぐらいまで、ちょっとバッファー取っておいたらいいかなと思うんですけど、まあ、この辺りの価格で、サポートされれば、綺麗にですね、4時間足レベルでのダブルボトムが決まってきて、なおかつ綺麗な形で、決まっていくのであれば、ちょうどですね、4時間足の、ねじれ、雲のねじれのところに当たってくるような形になるので、この辺り付近までの上昇は、見て取れるかなというところですね。はい、なのでここはちょっとね、期待して、見ておいてもらってもいいんじゃないかなと思うので、ぜひね310万円付近のもし落ちてきた場合はプライスアクションっていうのは注目してもらってるとシナリオをね、戦略構築するときにお役立ていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、なので今はねちょっと3パターン、言っておかないといけないんですけど、まあ1パターン目は、今ねちょうどフィボナッチの 0.5 から618ぐらいまで上がってきてるので、ここからの下落が、再び始まると。なので安値を切り下げるような形になればちょっと注意が必要ですね。こうなってきた場合は戻ってきたところを売っていきましょうよっていう感じのシナリオになるかなと思います。でもう一つが、この状況で、サポートされて、上昇トレンドに切り替わる、トレンド転換ってやつが起こる形ですね。そうなってくると再びの上昇で、なおかつそうですね380万円ぐらいまでの、上昇は見て取れるかなと思います。そうなってくると高値の切り下げも切り上げること、切り抜けるブレイクアップ Wake me up眩しい太陽ということでね、久しぶりにちょっとねブレイクアップするので歌っときましたけど、ブレイクアップしてくるとかなりね強い上昇っていうのも見て取れるようになるんじゃないかなという感じでございますね。このあたりは期待込みで見ておいてもらってもいいのかなと。たださっきも言った通り、もう一つね最後にもう一つのパターンが、ここでダブルボトムですねを組んで上昇してくるパターンっていうのも、考えておいた方がいいかなと思いますので、先ほども言った通り310万円程度ですね。ちょっと待ってよ、これ僕、ごめんなさい、間違えたな。318万円。ごめんなさい、その下のラインでした、308万円は。318万円ぐらい。このラインっていうのはしっかりとね、見ておいてもらえると、このあたりでの、プライスアクション、こういう形でね、ソーサーボトム的な形で、こう、ゆるーっとこうね、上昇してきた場合は、あ、ダブルボトム組んでくるんじゃないかしら、というところで、ちょっと上がってきたところで買っていくみたいなね、のも、一つね。ありな、作戦になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね参考にしてみてください。ほいというわけで、この今僕の見てるのはこの3パターンぐらいかなというところで押さえておいてもらえたらと思います。よいしょ。では最後にね、ドル建てチラッとだけ見て終わりましょう。もう17分経っちゃったのでね、よいしょ。これね、今ドル建ては、1時間足出してます。1時間足がね、まあ綺麗にここね逆3ゾーン、クレヨンしんちゃんのおつんつんチャートが決まっての上昇という形ですね。でちょうどネックラインがね若干切り下がってはいるんですけど、まあこの辺りで考える、ゾーンでこの辺りで考えるのであれば、そのゾーンに触れたところで再び上昇が始まってますので、このまま、もう一段階このね前回の高値、33,600ドル、ドル建てね33,600ドルっていうのを、切り上げてくるようなことがあれば、上昇トレンドにトレンド転換したと思ってもらっていいんじゃないかなと思います。はい、ただすぐ真上にね、日足レベルの三角持ち合いの下限の線がありますので、この辺りのプライスアクションっていうのは見ておいた方がいいかなと思います。この辺りで、叩き落とされるっていうパターンも、ありますので、この辺りはちょっと注目、利確ポイントになってくるかなというところですね。よいしょ。でさっきのね4時間足に、移りますが、よいしょ、まあ、ほぼ一緒ですね。言いたいことというかは同じで、3パターンですね。このままよいしょ切り下げてきた場合は下降トレンドが継続であると。ただ今ね一旦ちょっとこうグッと持ち直してる部分がありますので、ここから高値を更新してくるような動きがあれば、ここでね、上昇トレンドにトレンドが転換したと見てもいいんじゃないかなと。安値の切り上げから、高値の切り上げとなりますので、ここでね上昇トレンドが、形成という形になりますよと、うん、そうなってくると一つねこの、下限の背を抜けてくるような形にもなってくるかなと思いますし、もしですねもう一つのパターンとしては、
ダブルボトムを組んで、もう一回ね、安値を、ぐっと深掘りしてくるけど、ネックラインを、ブレイクアップして、上昇してくる可能性があるんですね。このあたりを、もし、組んでくる、形成してくるのであれば、まあ、一応ダブルボトムの、まあ、セオリー上ね、お尻の割れ目の部分から、お尻のほっぺのね、てっぺんの部分、このあたりの距離感、こっからここまでの距離ですね。この距離感は上に伸びてくるであろうと言われているので、そうなってくると、日足レベルの三角持ち合いのね、高値を切り下げてたラインも、ブレイクしてくるような形。そうするとかなりね、強気な、またね、相場に戻ってくるんじゃないかなというふうにも見ておりますので、このあたりはぜひね、参考にしてみてください。はい。というわけで、もしね、このまま切り下がってきたら、下落トレンドの、継続なので、戻ってきたところを売っていくと。ただ、もし切り上げていくような動きがあるのであれば、上昇トレンドにトレンド転換。なので、次は、流れに乗ってね、トレンドに、乗っかって、上昇を取っていくという形で見といてもらえると、皆さんのね、トレードにお役立っていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい。というわけでね、今日は以上で終わっていきたいと思います。はい。というわけでね、こういった形で皆さんにね、戦略構築に必要な情報っていうのを、お伝えしております。で、皆さんのシナリオ作りに、戦略構築に役立てていただけたらなと思いますので、ぜひね、今日の動画を見て、ためになったなとかね、参考になったなと思われた方は、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いいたします。はい。あとちょっと冒頭に言い忘れましたが、明日はね、日曜日なのでお休みいただいております。次の動画が月曜日となります。で、月曜日はトレードバトルのね、開始日ということもありますので、ぜひね、皆さん、トレードバトル参加されたい方は、口座開設 0.01 ビットコインの入庫、トレードバトルに参加するボタンを押すっていうね、この3ステップを踏んで、ぜひね、参加して賞金を目指していただけたらなというふうに思います。はい。というわけでね、今日は以上で終わって、次がですね、来週の月曜日の動画でお会いできたらなと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。